お疲れ様です。お疲れ様です。今日は緊急で動画回してるんですけども、はい、11月15日、報酬改定検討チームでですね、はい、ついに就労選択支援の概要が明らかになりました。聞いたことある。待ちに待ったですね。待ちに待ったんですね。これやっぱり、はい、これめちゃくちゃ聞かれますから。あ、そうなんですね。その情報ないですか？いや、ないですよ。はい。なるほど。じゃあ目的、就労選択支援の目的は、はい、まあ、ちょっと長いんですけども、はい、働く力と意欲のある障害者に対して、うん、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート、考える機会の提供も含む、うん、就労継続支援を利用しながら就職に関する知識や能力が向上した障害者には本人の希望も重視しながら就労移行支援の利用や一般就労等の選択の機会を適切に提供すると。まあ、要するに、はい、就労継続支援や就労移行支援の前に就労アセスメントを入れるというようなことになります。なるほど。はい。まあ、今だったら A 型 B 型って普通に本人の希望であったりとか、はい、計画相談の人が B 型どうですかって普通にこうサポートしてくれるだけだったんですけど、その前に1個挟むということですね、はい、期待される効果です、ね、あ、効果、はい、専門的な研修を修了した就労支援の経験知識を有する人材配置により、まあ、私ですね、あ、はい、就労に関するアセスメントに関して専門的な支援を受けることが可能になりますよね、はいはい、ちょっと難しいな、うん、難しい、まあ、多分分かってる人は分かってますよね、まあ、はい、2つ目は、はい、本人の就労能力や適性、はい、ニーズや強み、本人が力を発揮しやすい環境因子ですね、うん、あとは、職業上の課題、就労にあたっての支援や配慮事項など、本人と共同して整理することで本人の自己理解の促進が可能になります。あ、それはいいですね、はい、まあ、よくあるのは A 型と A 型に働きに来ました、はい、今まで何してましたって、あ、今まで何もしてなくて、生活保護15年です、ほな A 型ちょっと難しいんじゃないかな、はい、みたいな、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、そこの自己理解がちょっとこう促進するということですね。いいですね、大事ですよね、うん、大事大事。あとは本人と共同して整理した内容や地域の企業等の情報をもとに関係機関と連携することにより本人にとってより適切な進路の選択が可能と思っています、まあ、A 型 B 型っていうところもそうですし、はい、就労選択支援を受けることで、就労ニーズや能力等の変化に応じた選択が可能になります。うーん、はははなるほどですね。まあ、実際に実装してみないとこの効果っていうのは分からないところなんですけど、はい、予測される効果はこんな感じですね。明示的にはじゃあ、より求めてることに対してこんなんありますよ、こんなんがいいですよっていうのをもうちょっと分かりやすく当事者の人が選択できるようになるイメージなんですかね、うん、そうですね。あ、まあ、その A 型 B 型、まあ、就労移行ともミスマッチがあるんでしょうね。あ、だからその後のステップアップとかっていうのがあんまり激しくならないという、あ、まあ、就労移行でも全国的にね就職バンバン出せてるかって出せてなかったりとかするので、うん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 、ちょっと準備がまだ足りなかったんじゃないかなとか、あ、そこをじゃあ補填する役割にちょっと期待されてるような感じですか。そうですね。 A 型 B 型からしたらもうそういうブラッシュアップかかった本人が来るので、まあ話早いですよね。あ、確かにそうですね、うん、こっちも何が求めてるかっていうのが分かってる状態だとよりいいサービス提供できますもんね。はい。で、今回明らかになったことが論点としては9つあります。はい、多いな。ざーっといきますよ、はい、論点1、就労選択支援の対象者についてですね、はい、令和7年10月以降、まあ、週 B の利用者さんは申請前ですね、まあ、ちょっとここわからないですね、はい、飛ばしちゃいましょうか。はい、飛ばしましょう、はい、で論点2、特別支援学校における取り扱いについて、はい、論点3、他機関が実施した同様のアセスメントの取り扱いについて、はい、論点4、実施主体の要件について、論点5、中立性の確保について、論点6、従事者の人員配置要件について、論点7、計画相談事業との連携役割分担について、論点8、就労選択支援の報酬体系について、
論点9、支給決定期間について。で、そうですね、この中で今日ピックアップするのは論点1、論点6、論点8が特に重要だと。へー、まあ、ちょっとこう論点1の期間ちょっと飛ばしちゃったんですけど、はい、論点1めっちゃ大事というところで、はい、令和7年10月以降点点点就労継続支援 B 型の利用申請前っていうことはどういうことですか？もう一回言ってもらっていいですか？令和7年、はい、そもそも令和7年って今何？令和5年、令和5年ですね、2年後ですね、はい、の10月以降を、はい、就労継続支援 B 型の利用申請前が対象です、ね、はいはいはい、だから令和7年の10月以降の B 型利用前が対象ですね。前の方ですね。あ、はいはい、で令和9年4月以降新たに A 型を利用する意向があるものおよび就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のあるもの、うん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 、ちょっと難しいね。難しいですね。難しいですね。まあでも文で出してたら分かる人は分かるんですかね、はい、ちょっとこれ紐解いてください、ね、あ、OK です、テロップ出しておきますね、はい、就労継続支援を現に利用している方には情報提供していくらしいです、ね、あ、へえ、はい、まあ言ったら論点1は対象者といつから始まるかっていう話ですね。結構具体的にも出てるんですね。そうですね、まあ、まあまあちょっと先なんで、うん、あんま考えなくていいっす。あ、確かに、はい、はい、論点6、従事者の人員配置要件についてですね、はい、就労選択支援、あ、就労選択支援員、はい、就労移行支援の就労支援員、はい、括弧就労選択支援員養成研修などの受講義務ありの基準に準ずるというとこなんで、はい、まあ、なんか受講せんとあかんわけですね。あ、なるほど。移行の支援員の人が基本じゃあ担うって感じのイメージなんですかね。書いてますね、就労移行支援の就労支援員というとこなんで、まあ、これが一人、はい、で就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、うん、就労移行支援等の職員括弧就労移行支援等の利用定員の枠内に限る及び管理者が兼務できる。分かった、うん、なんとなくは就労移行の中の職員さんが兼務でやって、その中の、利用者さんの人数とかはその、移行の定員の中でやってくださいねって話ですよね、うんうん、おそらくそういうことですね。なるほど、はい、分かりました、はい。でこれ大事、サビ管は人員配置不要です。へえー、あ、そうなんですね、はい。じゃあ論点8、はい、就労選択支援の報酬体系について、はい、就労移行支援事業と同様にサービス提供日に応じた日額報酬、うん、詳細は不明です。あ、またここで出ないですね、はい。まあちょっと先なんでね、うんうん、なのでまあまあ概要は出たんですが、はい、今から戦略を練るとか、あ、まあ、自分たちの、まあ、就労移行があるんだったらね、そこと組み合わせてどうしようかっていうところですよね。なんかちょっと勘違いしてたの、計画相談みたいな感じかなと思ってたんですけど、ちょっとちゃうな。確かにイメージとはちょっとだけずれてましたね、うん、うん、就労移行がメインの何かって感じやな。そうですね、こっからもっと具体的なのがどんどん出てくるってことですよね。そうですね。じゃあイメージしとったらいいのは、大体いつぐらいにスタートできるのかっていうところが今回、うん、まあ、分かったところ、はい、でちょっとずつあとは情報待ちっていう感じ、ね、はい、まあ待ちに待ってた人多いと思うんで。そうなんですね、はい、あ、いいですね。でもそういう情報が、うん、この来年の4月ぐらいから何かこう仕掛けれるんじゃないかと思ってる人も多分いたとは思うんですけど。あ、そうなんですね、はい、まあ、ちょっと先であるっていうのと就労移行がメインであるっていうところで言ったら戦略がちょっと変わってくるかなと思うので。なるほど、はい。その待ちに待ってた人っていうのはあれなんですか、うん、なんか新しいことをどんどんやりたいってことですか。ああ、そうですね、あの待ちに待ってる人に関しては新しいサービス始まったらとりあえずやってみて、はい、なんか抜け穴見つけるっていう人多い。ええ あ, あんまプラスではよくなさそう。僕の中ではプラスでは。あ、そう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 、そういう人のためにもでもまあいいですよね、早く情報が、うん、
まあ、報酬がねまだバチッと決まってないっていうところが、はい、みんなちょっとうずうずしてるんじゃないかなと思いますけど、ここのじゃあ今まだ詳細は不明っていうところが、はい、まだもっと実は知りたいところなんですね。おそらくそうです。やっぱいいサービスやけど、はい、まあ計画相談って儲からないって言われてるんです。ああ、そうなんですね。でもしっかりやったらしっかり利益は出せるんですけど、はい、そのやり方ちょっと難しかったりとかするんで儲からないって言われてたりとかするんですけど、サービスとしてはすごく必要なんですよ。そうですよね。神戸とかは全然セルフプランばっかなんで、ただ手出しにくいっていうのはその報酬体系ですよね。はい、そうですね。まあ、これがもしめっちゃいい報酬やったらガンガンやる就労移行とかはあるんかなって気はします。そうですね、確かに、はい。まあそんな感じなので、はい、いい情報なので、はい、ぜひチャンネル登録をね。あ、もうすぐにですね。今すぐに。随時出していきますもんね、はい、このチャンネルは。随時、はい。一番早い情報です。速報系もやってますんで。だって今日の今日動画出せてますから。いや、そうですね。はい、そうですね。今から編集始まりますからね、はい。はい。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。よっしゃー。